グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。251枚目の作品はベルト・モリゾのゆりかごです。作品を選んでいただいた番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。藤久志です。作者のベルト・モリゾは19世紀末の印象派を代表する女性画家で、このゆりかごは彼女の代表作ですね。モリゾは印象派の父と言われたマネと仲が良くて、彼のモデルとしてもよく知られていますね。そしてモリゾはマネの弟ウジェーヌと結婚しています。印象派の新しい波に乗って女性が台頭してきた時代で、モリゾと同じ時期に女性画家としてメアリー・カサットも印象派に登場してきましたね。モリゾの姉エドマも画家として世に出たかったのですが、子供の出産で諦めたんですね。ここに書かれているのは姉のエドマと彼女の2人目の娘ブランシュです。母性を感じさせて心温まる作品ですね。でもお母さんエドマの表情には画家を諦めた無念の気持ちが現れているような気もします。でもこうやってモデルになったことで永遠の命を得たとも言えますね。繊細な女性的感性の表現が特色となっている名画ですね。母と子というテーマは宗教画において聖母子像として多くの巨匠たちが手がけていますが、この絵の子は薄い覆いの中にいて、その存在感が薄められて母親の存在が強調されていますね。この描き方は斬新なものでしたね。女性パワーが登場してきたと言えるのかもしれませんね。印象派の若者たちの登場とその勢いがモリゾのような女性の新しい力を認め後押ししたんでしょう。パリの印象派は19世紀末の美術史を変えさせて新しい時代の流れを作り出したんですね。まあそれにしてもゆりかごの中で穏やかに眠る赤ちゃんの姿は心が和みますね。女性の優しさを感じるいい絵ですね。ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はブラームスの5つの歌曲から第4番子守歌です。ゆりかごを思わせるシンコペーションを生かしたこの音楽はブラームスの優しさが伝わってくるような名曲です。初演は1869年12月22日ウィーンでドゥストマンの歌とクララ・シューマンのピアノによって行われています。